誰一人見てない僕だけのこのショー、好きな歌を思いのままに、招待状のないささやかなこのショー、恋を胸に闇に酔いつつ、これよ夜の空に星に届くように、声よ変わらない言葉とこの胸が、遥かな君のもとへ届くように、カーテンコールさえ僕の気持ち次第、一晩中歌うのもいい。夜の空に星に届くように、声よ変わらぬ言葉、この胸が遥かな君のもとへ届くように、はい、皆さんこんにちは、ズマです。いつも日頃から私のチャンネルを聞いていただいてどうもありがとうございます。いつも皆さんとは歌っている時の自分でしかお会いしておりませんが、今回このようなトークという形でお会いするっていうのはめったにないというか、初めて沼の話し声を聞いたっていう方ばかりなのではないかと思いますね。皆さんどうです？歌っている時の声とは少し違ってますか？よく人から言われるのは、歌っている時の声と話する時の声が沼ちゃんは若干違うねっていうふうに言われることが多いんですけれども、どうでしょうか？ここで初めて私の歌を聴いていただいた方のために簡単に自己紹介をいたしますね。まず歌なんですけれども、どのようなジャンルの歌でも自分が好きだと思う歌は歌っています。
洋楽やポップス、あるいは演歌まで、ジャンルは広いのですがね、いずれも広く浅くとなってしまいます。子供の頃から歌は大好きで、地元の子供会の演芸会などがあれば率先して歌を歌っては、大人たちの喜ぶ顔が見たくて得意げになって歌ったものでした。そうですね、当時は畠山みどりさんっていう歌手がいるんですけれども、やるぞ見ておれ、口には出さずっていうようなね、こういう歌、これタイトルなんて言いましたかね、ちょっと今忘れてしまいましたが、こんな歌とか、また水前寺清子さんですね、ボロは聞いてても心の錦、こんな歌が、これは一本どっこの歌って言いましたっけ、こんな歌が好きで大好きでした。私は社会人となって定年退職をするまではずっと長い間サラリーマン生活をしていました。入社した会社の特性上、すごく転勤が多くて、だいたいそうですね、サイクル的には 2、3年、一箇所だいたい 2、3 年で、転勤してしまうというような、そんな仕事でした。若い時には北は北海道から南は兵庫県まで転勤を宿命として仕事に打ち込んできました。なので転勤で行った先々では、仕事から離れると家族を連れて全国の主要な観光地なども見学する恩恵に恵まれました。おかげさまでいろんな場所へ行くことができましたね。また仕事を終えてからの飲み会では、全国主要な盛り場へと会社の上司あるいは後輩たちとよく足を運んだものでした。新潟では古町、名古屋に行けば栄町、札幌に行くとすすきの、そして仙台では国分町と、まあこうして名前を挙げると、まるで森進一さんの盛り場ブルースさながらでしたよね。でも自分にとってはすごくいい思い出です。現在は年金生活を送りながら、また少し仕事にも精を出して、そしてこの YouTube も楽しんでいる毎日です。そんな妻ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。話が長くなりましたが、今聴いていただいたのは1976年に出されたアルバム「招待状のないショー」というアルバムから同名の歌でシングルカットされた歌でした。今回の企画は井上陽水さんのアルバム名をそのまま使わせていただいて、自分が若い時に好きだった井上陽水さんの歌の世界を私のカバーした歌と、そして私のトークを交えながら皆さんにお届けしたいというふうに思います。どうか最後まで聞いてくださいね。私が井上陽水と出会ったのはこの歌からでした。
傘がないです。聞いてください。都会では自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れ冷たい雨が今日は心に染みる。君のこと以外は考えられなくなる。それはいいことだろう。テレビでは我が国の将来の問題を誰かが深刻な顔をして喋ってる。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の家に行かなくちゃ、雨に濡れ僕の目の中に降る。君のこと以外は何も見えなくなる。それはいいことだろう。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れ。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の家に行かなくちゃ、雨の中を。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、雨に濡れて行かなくちゃ、傘がない。
あれ、今聞いたらなんとこの歌、かなりガイドメロが入っておりましたね。なんか自分でも今聞いてみてびっくりしております。ガイドメロが入ると皆さん聞いてて邪魔くさいですよね。なんというのかな、歌がメロディーによってそがれるというか、せっかく歌ってるのが何か幼稚っぽくなってしまいますよね。私は YouTube のアップ曲は現在までずっとカラオケの機械で録音したものを使用してきてますが、 YouTube をアップし始めの頃はほとんどの歌をガイドメロを入れてアップしてきてたんですね。で、別にこれは意識してそうしてきたわけではない、自然の成り行きからでした。それである時に私のちゃんともさんから、沼ちゃんの歌はガイドメロが入っているねというふうに言われたんですね。ガイドメロを取るともっと歌が引き立つよって、そんなふうに言われたことがありました。別に自分としてはこれが当たり前のように録音してきてたのですが、ガイドメロを取るっていう言葉を聞いて、何何、ガイドメロって取れるんだということを知ったのは YouTube をアップし始めてからかなり後になってからのことでした。それからカラオケボックスに行ってリモコンよくよく見てみると、なるほど、リモコンにはガイドメロのオンオフなるものがあって、その操作によっては取ったり外したりできるんだなって知ったのも それからでした。なんと沼は随分奥手だったんですね。少し話が逸れてしまいましたが、初めて知った陽水の歌「傘がない」は1972年の発売アルバム「断絶」の中の一曲でした。このアルバムは今思うと陽水のファーストアルバムで、井上陽水のエッセンスがいろいろと散りばめられた曲が入ってたんですね。この頃、自分はまだ20代の前半の頃だったんですね。で、当時は私の勤務先で社内バンドを友達数人と作っていましたので、その中でこの陽水の歌をコピーしたりしてよく歌ったりもしていました。もうその仲間も転勤族の宿命か、みなちりじりバラバラになってしまいましたがね。もう何十年ぶりと会ってないんですけれども、何十年ぶりにお会いすればおそらく親父バンドとして再結成したくなるものと思いますが、皆さんそれぞれ消息も不明のやつもいたりしてね。ではそのアルバム断絶の中から2曲目、人生が2度あれば、聴いてください。父は今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり、仕事に追われこの頃やっと
ゆとりができた。父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。湯飲みに映る自分の顔をじっと見ている。人生が二度あればこの人生が二度あれば、おお、母は今年9月で64。子供だけのために年取った。母の細い手漬物石を持ち上げている。そんな母を見てると人生が誰のためにあるのかわからない。子供を育て家族のために年老いた母。人生が二度あればこの人生が二度あれば、おお、父と母がこたつでお茶を飲み、若い心のことを話し合う。思い出してる夢見るように、夢見るように、人生が二度あればこの人生が二度あれば、こう人生が二度あれば、この人生が二度あれば、この人生が二度あれば。はい、人生が二度あれば聴いていただきました。この歌を聴いてると自分の人生も二度あるのであればどんなにかいいだろうなと、おそらく今とは別の人生を歩んでみたいなと、皆さんもそう思いません？何かこの頃の陽水の詩は、陽水自身がお父さんの家業、これ医者だったんですね。この家業を継ぐのを勧められたにもかかわらず、父の反対を押し切って陽水は社会に出ていきました。で、初めて世の中の挫折を味わってきたせいか、自虐的な詩が多い中で
反面、この歌のようなお父さんとお母さんに対する温かい眼差しをきちんと向けているという、まあ、陽水の心優しい一面も感じさせてくれますよね。次は数多い陽水のアルバムの中でも日本初のミリオンセラーとなった1973年に出されたアルバム、氷の世界、皆さんよく知ってるかと思います。このアルバムの中から一曲、白い一日をお届けしたいと思います。この歌は作詞が小倉圭さん、作曲が陽水自身の手によるものなので、それぞれがセルフカバーしてお互いがヒットした歌でしたね。この歌の歌詞の中に、ある日踏切の向こうに君がいて、通り過ぎる汽車を待つ、遮断機が上がり振り向いた君はもう大人の顔をしてるだろう、というくだりが好きで、さすがに繊細な感性を持つ小倉さんが作る詩なんだなと。踏切を舞台にして、なかなかこうした表現ってのは普通の方ではできないのかなと思いますよね。それに陽水と小倉圭バージョンでは若干メロディーも違ってるんですね。どこかというと、例えば真っ白な陶磁器を眺めては飽きもせず、かといって触れもせずっていうふうに出るのが陽水のバージョンなんですが、小倉圭さんではかといって触れもせずとなるんですね。今回はもちろん陽水さんのバージョンです。それではまずは聞いてください、白い一日。真っ白な陶磁器を眺めて飽きもせず、かといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が目の前の紙くずは古くさ手紙だし、自分でもおかしいし、破り捨てて寝転がれば僕の一日が過ぎてゆく。ある日踏切の向こうに君がいて、通り過ぎる汽車を待つ、遮断機が上がり振り向いた君はもう大人の顔をしてるだろう。この腕を差し伸べて、その肩抱きしめて、溢れた幸せに持ち込めればいいのだけれど、今日も一
さて、井上陽水がソロとして活動してから、ソロからバックバンドを組織し始めるようになって、そのバックバンドにワインレッドの心とか歌ったあの安全地帯がいたということはもう有名な話なんですね。メンバーでボーカルをしていた玉置浩二さんの歌い方がそれとなく陽水の歌い方に似たところがあったのも頷けますよね。もっと勝手に恋したり、そんな安全地帯がやってヒットしたワインレッドの心と恋の予感、この2曲を陽水自身もセルフカバーしているので聴いてください。歌はいずれも井上陽水のバージョンで歌っています。忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのに、あなたはその透き通った瞳のままで、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに、ずっと今夜を揺れあったり、悲しそうな言葉に酔って泣いているより、ワインを開けたら以上それ以上愛されるのに、あなたはただ恥じらうより手立てがなくて、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさ、この夜も。今以上それ以上愛されるまで、あなたのその透き通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出してみせてよ、揺れながら。
なぜなぜあなたは綺麗になりたいの、その目を誰もが見つめてくれないの。Say what?